ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で今回ご紹介するのがこちらですね、はいはい、ポルシェ911カレラ、はい、991.2 になるんですよね。そうです、はいはい、一つ前の小木型の車ですね、うん、そうです。エンジンがダウンサイジングされてターボが装着された車になります。なるほど、はいはい、でポルシェといえばやっぱり良くも悪くもオプション、うんうん、そうですね、はい、なんでちょっとその辺のオプションのあるなしをちょっと端から見ててもいいでしょうか。はい、はい、でまずフロントバンパーですかね、はいはい、これがスポーツデザインパッケージのフロントバンパーが装着されています。なるほど、はい、でこの辺がそう本当は黒ですよね。そうなんですよ、はい、なんですけどボディ同色にペイント済みで、はい、塗られてますね。でぐーっときて、はい、この個性的なホイールが、うん、はい、これもオプションですかね。これオプションです、はい、オプションの20インチホイールですね。20インチなんですね、はいはい、なるほど。ちょっとシルバーなんで、はい、統一感があるって言えばあります。あ、そうですね。ただ淡白って言えば淡白ですよね辛口ですね、はいはい、意外と、まあ、その辺はちょっとボディ同色にも一見ちょっと見えるんで、パッと見が見えますね、はい、まあ、その辺もちょっと個性的な感じで、はい、で天面ブラッシュドというか。そうですね、ダイヤモンドカットかなこれ、うん、はい、いやダイヤモンドカットなのこれ。天面ポリッシュか。そうですね、天面ポリッシュですね、うん、はい、ちょっとアクセントが効いてる感じ、はい、個性的なホイールでございます、うん、はい、で今回あのカメラマン、A カメラマンなんで、あのポルシェに精通してる A カメラマンでなんで3人体制でお届けできると思いますので、はいはい、でぐーっと行って後ろですかね、はいはい、後ろがこちらがスポーツデザイン、あ、スポーツデザインじゃない、スポエキ風の、うん、はい、日本だし、はいはい、日本の4本だし。そうですね、はい、これスポーツエキゾーストがない車も4本出しにできるんですね、はいはい、僕今日知りました、はいはい、ただこの出口だけですけどね、もちろん。あ、なるほど、はい、じゃあ見た目だけスタイリッシュに、はい、であとこれですかね、はい、これもちょっと結構個性的ですね。そうですね、はい、オプションでボディ同色、通常だと多いのって、はい、艶消しの黒の、はい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 、本当オーソドックスなエンブレムが多いと思うんですけど、はい、あとはメッキのものとかもオプションで選べます、はい、なるほど、はい、かなり個性的なポイントですね。そうですね、はい、で、あとはそのぐらいですか、うん、あと一応サンクルーフ結構あるなしが、はいはい、ポルシェ多いですよね。そうですね、はい、私個人的にはサンルーフはなくていいんだと思います、はい、あ、なるほど、はい、あえて今回の車はないってことですね、うんうん、はい、おそらくカメラマンさんもいや、はい、なくていいでしょってね、はい、なし派、はい、ポルシェ911なんでっていう感覚でしょうね、はい、そういう方が多いです。あと外観のオプション関係はこんな感じですかね、うん、はい、はい、あとボディカラーか。あ、ボディカラーですね、ごめんなさい、はいはい、ボディカラーが、GT シルバーメタリック、はい、もともとそうです、そうです、もともとカレラ GT の専用色から始まったカラーリング、はい、そうなんですか。そうです、なので GT シルバーっていう、あ、そういうことなんですね。そうですというカラーリングです。すごい、はい、A カメラも知らなかった、はい、そんなうんちくが、うん、あ、そうなんですね、はい、という感じになっております、はい、あとその表向きにこう大きい見た目のオプションは以上な、はい、になるんで、はい、ちょっとあの土中も中いっちゃいますか。そうですね、いっちゃいましょうよ、はい、中乗っちゃっていいですか。ぜひぜひ。てかもうそのドア開けた時点でかなり個性が爆発してるんですけど。爆発してますね、はい、今動画見ていただいてる方も、はい、もうこのドアパネル見た瞬間に、はい、おーって思ってくれてると思います。すごいですね、これ。普通ここプラスチックですよね、はい、そうです、はい、なんですけど、はい、ステッチ入ってるレザーですね、はい、これレザーも黒ではないんですか。違います、ちょっと濃いグリーンみたいな。そうです、なんブルーですね。ブルーですか、はい、ちょっとじゃあ失礼して、うわ、グラファイトブルーという感じです、はい、ちょっと待ってください、その前に何ですか何GoPro持ってきていいですか。あ、はい、ちょっとじゃあ早速乗ってみたいと思います、はい、これシートすごいっすね。すごいんですよ、レザーと、これなんすか、ちょっとこうジャージみたいな、ジャージではないですねなんかこの滑らない、はい、ちょっとファブリックとも何とも言えない。そうなんですよ、シートで何、はい、でしたっけ、滑りにくくてスポーツテックス。あ、スポーツテックス、さすがカメラマンさん。なるほど、そう、スポーツテックス、はい、で、スポーツ走行時でも滑らないっていう、蒸れにくい。そうです。ああ、なるほど、はい、はい、でシートもこれスポーツシートなんです。そうです、はい、で、オプションのシートなんですけど、はい、オプション名としてはスポーツシートプラス、なるほど、っていうオプションになります。ホールド性の高いやつですね、はい、はい、全くっていうぐらい違いますね、標準のスポーツシートに比べると、はい、
でもう一個乗る前にあれなんですけど、うん、これそうペダルもこれアルミペダル、これオプションです、はい、オプションのついてる、はい、なるほど、うん、ちょっとじゃあ早速乗ってみていいですか。はい、どうぞ、はい、よいしょ。あ、すごいホールド感、いい感じです、はい、でもなんかこうギュッていうホールド感じゃなくて、はい、程よい両サイド、はいはいはい、前回のマクラーレンは完全なフルバケじゃないですか。そうですね、もうガチッ、はい、ガチッって感じだったんですけど、 それよりも緩いです、結構足も、そうですそうです、はい、この辺も割とゆとりのある、そうですね、はい、普通に使える、ね、そうです、普通に使えるスポーツシートです、はい、うん、っていう感じかな。僕もレカロシートの車とか結構乗ったんですけど、レカロなんかより全然ゆったりしてます ね、はい、うん、SR6 とかあの辺より全然ゆったりしてます、ね、うん、はい、あまりタイト感はないです。なるほど、うん、であとはハンドルですかね、はい、ハンドルもこれレザー張りですね。そうなんですよ、はい、ここと同じ、はいはい、でオプションの、はい、マルチファンクション付きの、あ、これオプションなんですね、はいはい、ステアリングになってます、はい、これすごく特徴的ですよね、うん、丸いボールがこう、はい、操作性はすごくいいですね、はい、なるほど、うん、で今回この何でしたっけ、ポルシェのこれ PDK PDK 、はい、ポルシェの PDK なんてこうパドルが、はい、ついてるっていう、こうちゃんと書いてあるんで読んでもらっていいですか。あ、すいません、すいません、はい、PDK お願いします。結構メーカーによって違うじゃないですか。そうです、そうです、はい、ポルシェで言い訳です今ね。いや違います、それちゃんと覚えてください、すいません、はい、申し訳ございません、はい、でパドルと、はい、あとこれがあれですよね、モード切り替えの、そうです、はい、ダイヤルですよね、うん、使い勝手いいですよね、はい、そこにつけられたんで。ああ、なるほど、はい、であとはもうこの辺ワイパーライト、ライト、はい、クルーズコントロール、はい、でポルシェ上げ下げもできるんですよね。できますよ。あ、なるほど、うん、あ、結構調整幅ありますね。そうですね、はい、うん、なるほど、うん、すごい。でポルシェといえばこの5連のメーターですよね、はい、はい、めちゃくちゃ視認性いいですね。ねえ、いいですよね、はい、そしてもうアナログな部分はもう最小限なんですね、はい、最近の車は。あ、最小限じゃないや、逆ですね、 最大限、はい、デジタルが少ないですよね。もうデジタルの部分はもう最小限で、そうです、はい、もうほとんどアナログで、もう本当に視認性の優れたやつですね、うん、はい、はい、あとこの辺ですか、うん、はい、この辺がウイングの、はい、はい、マニュアルでリアウイングを上げ下げできます、はいはいはい、でこちらがアイドリングストップオフです、はい、でこれがスポーツシャーシ足回り PASM ですね、はい、はい、電子制御の足回りですよね。そうです、はい、標準とスポーツで切り替えになります。なるほど。でこれは横滑り防止装置のキルスイッチオフ、はい、なるほど、はい、となっております、はい、ウイングの出したりしまったりって、うん、ここじゃなくなったのってもうだいぶ前なんですよ。昔ここじゃなかった、あ、違いましたっけ、うん、996とかこの辺じゃなかったっけ、あれ記憶ないな、そうだったっけ、確かその辺だった、まあ、その辺はどうでもいいです、はい、さすが、はい、なんかでもそういう風に言われたあった気がするね、はい、はい、であとは、はい、あとは、はい、この車でいうとスポーツクロノですね、はい、スポーツクロノパッケージがついてます、はい、はい、はい、シートはシートというかインテリア、はい、さっきもちょっとお話ししましたけど、はい、このツートンレザーインテリアになってます、はい、で、グラファイトブルーっていう色です、はいはい、ダッシュボードのレザーすごいですよね、これね、ステッチ入っててかっこいいですよね、はい、うん、高級感あります、高級感あります。で、はい、なんですかね、ポルシェなんで高級高級してるっていうよりも、はい、結構こうスポーツカー的な高級車っていうんですか、はい、やっぱりこう走りにこだわるメーカーらしい作り込みっていうんですかね、はい、はい、その辺はなんかいつの時代もポルシェって変わらないなと思います。なるほど、うん、ちょっとこの反射を抑えたダッシュボードが、そうなんですよ、すごくいいですよね、はい、はい、あとこのピラーと天井もすごいですね、このアルカンターラですか、アルカンターラなんですよ。で、はい、ルーフアルカンターラが標準、はい、で、はい、このツートンレザーとかあのオプションのレザーインテリアにするとここもアルカンターラになる、はい、そうなんですね。そう、さっきカメラマンさんが教えてくれました、さすが似合ってしてます、はい、はい、うん、いい感じですよね、はい、なんとなく落ち着いた感じで。でこれもレザーに確かなんかオプションできるんですよね、うん、できます、はい、あ、アルカンもあるんだ、はい、で今回の車はちょっとそれはついてないと。そうですね、まあ、その辺は後からやろうと思ってもできますし、ね、できます、はい、いろんなところが意外とポルシェって細かいパーツのオプションだったり、はい、そう、レザー張りにできたりとか、はいはいはい、もう多様っていうんですか、はい、ものすごい種類豊富ですね、うん、悪く言うとこうオプション商売って揶揄されちゃう、ね、揶揄されちゃうんですよね、はい、まあ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 、はい、なんとなくそれは分かるような気がします。はい、であとはこの辺ですか。そうですね、オーディオ、はい、ちなみにここ、はい、
あ、まあ、まあ普通にドリンクホルダーですね、はいはい、なるほど、はい、これって大きくもなるんですか、これね、ほんとに、そう、あ、そうなんだ、そう、調整できます、で、ちゃんと風当たるようにっていう、はいはい、位置になってますね、あ、なるほど、そういうことなんですね、そうなんですよ、へぇ、はい、確かにドリンクホルダーとかつけたら台無しですからね、うん、と思いますね、なるほど、かっこいいですよね、こういう、ちゃんとしまえるっていうのが、あとナビとか見てもいいですか、どうぞ、オーディオもあり、うん、はい、わ、これポルシェのロゴっていうか、エンブレム出るんですね、うん、出ます、出ます、へぇ、この辺は彼ら飛行機型からカープレイが、うん、あ、そうなんだ、カープレイついてるんですね、これじゃあもう全然いいじゃないですか、全然いいですよ、はいはい、カープレイついてればそのまんま、はい、ナビの更新もいらないし、はいはい、もう本当に iPhone みたいに使えるっていう、そうですね、で一通りついてるわけですよね、はい、ケイマンとかだったらついてない車多いですよ、うん、あ、そうなんすか、ボクスターとか、ケイマン、ボクスターは意外とマニュアルのエアコン、あ、マニュアルのものが多いです、あ、そうなんすね、はい、だから例えばですけど、はい、ちょっと話ずれちゃいますけど、本当の限定的なスポーツモデルとかであれば、はい、別にオートじゃなくてもいいよっていう感じですけど、はい、まあボンドグループ的には、はい、オートエアコンがついて、欲しいですね、欲しいです、欲しいですね、できればシートヒーターがついてると、あ、そうなんすか、なお嬉しいみたいな、はい、その辺は一般の方がポルシェを買われる方も、はいはい、確認した方がいいです、まれにレザーシートなのにシートヒーター入ってないとか、はい、っていうことがあったりするので、はい、ちょっとそうなんだ、そう、残念な車がありますちなみにこれシートヒーターはついてますよ、はい、大丈夫です、なるほど、はい、でも本当にオプションのあるなしで全然快適さとか変わってきちゃいますね、変わってきちゃうんですね、はい、あ、そうなんですか、そうです、あ、すいません、うん、知りませんでした、いいえ、新車で水盛りした人なら分かると思うんですけど、はい、ちょっとこう主要なオプションを入れると、はい、すぐ200万300万いっちゃうので新車の車両価格より高い中古車があったりしても、はい、それってオプションを含めて考えると、はい、結構格安だったり、ポルシェはオーダーするとオプションいっぱい選んでしまうとやっぱり10ヶ月待ちとか普通にあるので、だったらすぐある中古車を乗れるっていうのが中古車のいいとこメリットだったりもします、じゃあもうオプションのあるなしで結構車の個性というか、はいはい、快適さも全然変わってきちゃうんですね、はい、そうですね、同じドイツ車でもベンツとは大違いですね、はい、であとはサイドブレーキは電動で、はい、こちらに、はい、電動になってるんですね、なってるんですよ、僕のポルシェの中のイメージはアナログのね、はいはい、カントブレーキのまま止まってました、はい、すいません、はい、時代違いますね、はい、でライトはもう、 こう安定のこれですよね、そうです、はい、変わんないですね、ここ変わんないですね、はい、あれ992で変わったんだっけ、ここ992もこれだっけ、あ、のはずでしょ、引っ張るんですよね、これ確か、あれ引っ張るんじゃない、そうですよね、はい、うん、はい、でリアフォークがつきます、引っ張って、なるほど、うん、この辺は使いやすいですよね、うん、よく考えられてますよね、なんか考えられてますね、この辺のこういう位置関係とか、はい、そうです、そうです、この辺とか、はい、へー、これ握りがすごく良くて、はい、やっぱりでもこうやって握ってる時にこういう感じで握るじゃないですか、はいはいはい、握るっていうか届けるじゃないですか、はいはい、その時にこうパドルがすごいいじりやすいんですよ、確かに、はい、なんかもうめちゃくちゃこう考えられた配置ですね、うん、だと思います、すごい、もうメーターも全部見えますもんね、はい、まっすぐ12時の方向で、うん、すごい、乗ると分かりますよね、いいですね、うん、であと一つ言っていいですか、はい、何でしょうか、センターコンソールの、はい、ポケットが後期になって大きくなってるっていう、はい、え、ここここのデブリが、あ、そうなんだ、深くなってるんですよ、え、この裏側が、裏側がここが、はい、知らない、知らない、前期は何も入らないんですけど、それに、あ、後期は割と入れる、はい、入る、あ、そうなんだ、そんなのね、知らない、さすがカメラマンさん、あ、で今回の車はこれ地デジですか、地デジがついてます、あ、地デジがオプションで追加されてるんですね、はい、オプションというか後付けで、そうです、車外地デジですね、もともと地デジの多分設定これ確かなかったはずなんで最近のポルシェは、だから車外地デジっていう形になります、なるほど、なのでリモコン操作になりますね、はい、じゃあカープレイでもうナビもバッチリだし、地デジも見る、うんうん、でテレビも見れるし、はい、はい、そうです、でもエアコン、シートヒーター、快適装備結構揃ってますね、揃ってますね、はい、うん、で高級感もちょっとこう、はい、オプションのてんこ盛りで、うん、はい、へー、いいですね、なるほど、うん、
で、あとは後ろとか見てもいいですか。どうぞ。はい、はい、これ一応ポルシェって4人乗りなんですよね。4人乗りです。車検証上、はい、車検証上、はい、そうですね、はいはい、あくまでも補助的な感じですね。これは、あ、これ倒れるだけなんですね。そうです、前に行かないんですよ。なんでレバーで、あ、レバーで、はい、なるほど。ちょっと僕乗ってみます。はい、いてあの背中がほぼほぼ直立なんで。うわ、これちょっとやばいっすね僕175ですけど、もう顔がまっすぐにできないですこれはちょっと子供とかですよね、うん、女性でもきついですもんね。いや、きついと思います。何しろこうバックレストがほぼ直角なので、直角ですね。座ると直角どころか前傾な感じ、感覚が、なんで座るのはちょっと。そしてヘッドレストもないですもんね。そうです、本当にちょっと おまけっていう。これ倒す、うん、わあ、これはちょっときついっすよ。完全に罰ゲームですよ。罰ゲームっすね、はい、これはもう一番前でこれうわー、これはじゃあちょっとなかったことに、はい、まあ一応ついてますよっていう、本当に、うん、まあでもちょっとなんかバッグ置いたりとか上着置いたりとか、うん、まあ、そんな感じで使う感じですかね。そうですね。いや、初めてちょっとポルシェの後ろ乗ったっすけど、あ、思った以上にこうきついっすね、うん、これ嫌がらせだよね。で、はい、リアシートなんですけど、はい、これ当然皆さんご承知のように倒せるんで、はい、トランクスルー的なあれじゃないですか、使い方が。違います。あ、できないんですか、うん、あ、そっか、開かないですもんね。そうなんですけど、 あ、そっか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 。これ何が言いたいかっていうと、はい、意外とゴルフやられる方って多いじゃないですか、はい、そういう方はキャディバッグが乗せられるんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。え、でカメラマンがうなずいてる本当ですか。はい、はい、で、はい、長尺のドライバーとか、はい、ユーティリティだけ長いのだけ、はい、あの外してもらって抜いてもらって、はいはいはい、でキャディバッグここにこう皆さん乗っけてきます。だから本当ですか。本当です本当です。911入るんですかこれ。そう、911はだから逆にゴルフバッグ詰めるんですよ。へえ。打ちっぱなしいくたまに止まってますよ、ね、そうです。あ、そうなんですか。で、打ちっぱなしだったらちっちゃいキャディバッグで打ちたいクラブだけ持っていくってなったらもう全然、あとは、そうなんですね、はい、この高さがバックレストを倒すと高さが出ちゃうんで、はい、それが嫌な人は、はい、それなりに大きめのクッションを2つ置いて、はい、ここが傷つかないように何か引いてもらって、はい、それで2バック全然入っちゃうので、はい、あとは長門は最後に普通に斜めに積んでバック着替えは前に詰めるんで、そう、前に、だから911は普通にゴルフ行けます。あ、そうなんですね、はい、じゃあ工夫次第でというか結構いろいろ使い勝手はよくできる、全然使い勝手はいいですよ。で、あのもっと言ってしまうと、はい、ボクスターとかって完全にオープンツーシーターなんで、はい、後ろに荷物置けないじゃないですか。後ろもうすぐエンジンですもんね。そうですそうです、はい、でも911はリアシートのこのスペースがあるんで、ここにバッグを置いたりコートを置いたり、はい、はい、ちっちゃいボストンだったら全然置けるんで、はいはい、雨降っても寒い冬でもダウン置けるし、だから結構オールマイティなんですよ。はあ、じゃあちょっとゴルフ行ったりちょっと旅行行ったり、旅行行ったり、あ、そうなんですね。全然、はい、全然できます。いや、もっと全然スパルタンな車でも荷物なんかもう乗せられないで、はい、詰めないイメージありますよね。そう、はい、意外とね911は僕はそういった意味では大好きですね。すいません、僕ゴルフ行かないんでそんな事情も知りませんでした。そうですね、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。ケイマンもいける。で、ボクスターも実はトランクあるでしょ、後ろの、はい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 、あそこも長尺抜けばワンバック入るんですよ、はい、あ、そうなんですか。そう、僕もボクスター乗ってたんで分かるんですけど、はいはい、うん、で、ワンバック積んで長尺はこうやって上に乗せればドライバーとか長いやつ、はいはいはい、全然いけます、はい、知りませんでした。ちなみに表出たついでに、はいはい、トランク、あ、じゃあ行きますか。ボンネ、ボンネ、なん、トランクって言えばいいですか。ボンネットじゃないですか。ボンネットですね。ボンネットですか。お、素人丸出しです。ツッチーパフォーマンス。すいません。はい。わあ、結構、そうそうそう、深いですよ。深いですね。うん。
でなんか余計なこう出っ張りとかないから、はい、はい、何インチっていうんですか、サイズ感ちょっと僕分かんないですけど、はい、普通にスーツケース、はいはい、やっぱりリモアスか、そうですね、はい、そこはリモアス、はい、で全然普通に詰めるので、普通のサイズ、そのサイズ感もごめんなさい、はい、何インチとか僕分かんないんであれですけど、はい、そうなの、え、なんで四駆でシステムでデフとかが存在してくるから、あ、そう、なんでじゃあ床がもっと全然高い、あ、そうそう、こうあどうこうだっけ、そんな感じです、あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあちょうどそのフロントのタイヤのところにこう、そう、メカが入るから、はい、こういう中のちょっと補給類が出っ張っちゃうのかなと思いますけどね、うん、若干違います、あ、そうなんですね、これは彼らいいとこですね、へー、うん、いやポルシェってもうなんか全然オプションとかそのグレードで全然違うんですね、そうなんですよ、まあ、グレードもそうなんですけど、もう本当何回も再三お話しするように、はい、オプションですよねそうですね、はい、だから僕らが仕入れる時も、はい、その当然前回前々回お話したように、はい、ボンドクオリティである前提で、はい、オプションが何についてるか、はい、それによって仕入れる仕入れない、はいはいはい、在庫で置く置かないっていう風に決めてます、なるほど、うん、結構フェラーリとかってオプションでこう車の性能とかが変わっちゃうものってないじゃないですか、そうですね、基本的に全部ついてて、あとはそのカーボンパーツがオプションだったりとか、はい、うん、なんかそういうのが多いですけど、もうポルシェってなんかその車の性能に関わる部分まで全部こうオプションとか、ね、だったりしますね、だったりするんですね、はい、なるほど、うんうん、で今回のは結構いろんなちょっと高級感のある、はい、ありつつ、そうですね、はい、個性的に仕上がってるっていう、ね、そうですね、はい、そうだと思います、なるほど、うん、バランスはすごくいい、はいはい、あの作り方かなっていう、はいはい、うん、なんかこう、はい、正直言うと、はい、あのカメラマンさんと一緒で、はい、僕もポルシェ好きなんで、はい、今1ポイントもあるんですよ、あ、なるほど、はい、言いたくないですけど、はいはい、あえて聞いていいですか、何ですか、はい、いいですよ今一、はい、土方さん的にはちょっとここ、はい、うーん、ちょっと俺だったらこうしないなっていうのは、はい、っていうのは、はい、後ろ回ってもらって、先ほどちょっとお話ししてたこのエンブレム、はい、これ多分、はい、まあ、こういうポイントって結構オーナーの個性出るじゃないですか、はい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 、僕だったらここはあえて普通に黒のエンブレムにしておきますね、あ、 なんかちょっと同色でこう、はい、うん、メリハリがないのがもったいないなと思って、ちょっと強めですよね、逆に強いですよね、ボディ同色にすることによって、はい、これはちょっと僕の中ではないな、なるほど、はい、あとは、はい、当然あの納車前までにご契約いただければ、はい、まあ、エンブレム交換ってこともできますしね、それもうちの方で全部できますから、ね、あ、できます、できます、はいはい、メッキのものに交換するとか、そうです、この辺の黒と合わせて黒にしちゃうとか、そうですね、グロスで、はいはいはい、艶を出してもいいですし、はい、うん、その辺の細かいところは仕様変更できます、全然できます、はい、あとはアルミホイールじゃないですか、あ、ホイールもちょっとこれあれですよね、うん、好み分かれるとか、ね、分かれます、あのすっきりしててかっこいいんですよ、はい、バランスは、はい、悪くないんですよ、はい、でももうちょっと個性を何か出したいとなったらボディ色と色が近すぎてちょっと面白くないんですよね、そうですね、うん、だからこちょっとくどい感じします、ね、そうなんですよ、はい、だからこの辺も、はい、例えば、はい、ホイールを変えるまでは言わないけど、はい、ちょっと色を変えたいっていう、もしご要望があれば、はい、もうそれは全然うちの得意なところなんで、何とでもできます。明るいシルバーにするとか、そうですね、黒ですかね、あとは、いや僕だったら、はい、あの黒とは言わないですけど、はい、相当濃いめのグレ ー、 あー、ガンメタに近い、ガンメタっていうんですかね、はい、うん、そうすると確かにホイールとボディでこうメリハリがこうと出てくるかなと思います、なるほど、意外とホイールってホイールっていう感じの存在感出した方がいいのかなと思いますけどね、はい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 、そうするとこうなんとなくこうキャリパートのイメージとか、あ、なんとなくこう、はい、いいのかなって思います、うん、せっかくあのドリルドのディスクローターなんで、はい、シルバーでなんかこういまいちメリハリがないので、あえてホイールをもうちょっと濃いめの色をするとか、あ、そうするとローターも目立ちますね、あ、そんな感じがしますね、はい、結構いろいろなんかこう、うん、こうなるとかこう想像しだすと止まらない感じですね、そうと思います、はい、あとは細かいポイントで、はい、こういうところとか、はい、あ、定番ですね、そう、こういうところ、はい、ちょっとこの純正のこのプラスチックの素地の部分とか、そう、これを、
脂肪じゃない、ザラザラになってるんで、はい、これをきれいに平らにならして、私だったらここと同じ色にグロスに合わせたいですね。そうするとこう結構ギュッとこう、グッとこう高級感出ます。高級感出ます、うん、でうちのお客様とかでも、はい、この納車時にそれをやってくださいっていうリクエストはすごい多いです。なるほど、うん、じゃあもう新車の時でもそうやってオプションで個性出せるし、うん、例えばこういった中古車でも、はい、後からそういったペイントカスタムで個性が出せる、うん、出せると思います。なるほど。あとここもやりたいです。あ、そうですね、ミラーの付けの定番ですよね。そう、はい、うん、ここはぜひ。確かにグロスブラックなんかに塗る と全然変わります、高級感が。はい、で細かいことを言えばもう本当こういうところもみんなそうなんで、はい、あ、そうですね、そうそういうところでより一層こう、はい、高級スポーツカー的な感じですかね。でも、はい、なんていうんですか、こう走りのイメージのポルシェっていうデザインを崩さず、イメージ崩さずでいじっていくんだったらやっぱりそういうところですね、はい、ポイントポイント。なるほど、うん、いやーもうなんか旗から見てるとポルシェってそんなにこうあんまり違いないかなと思うんですけど、意外と全然違うんすね。違います、とか、うん、色のそのあれで、うん、でポルシェ乗ってる方、まあ、他の車もそうですけど、はい、ポルシェ例えば自分で乗ってたら、はい、他の車はポルシェ気になるじゃないですか、はい、そうすると多分もう止まらないと思います。 あそこで見たのはこんな色だったとか、こういう風にしてたとかっていうのがすごく出てくると思います。もうカメラマンさん超うなずいてるんで、めちゃくちゃうなずいてます。そう、絶対で出てくると思います。まあ、特にポルシェってこだわる方が多いので、はい、その辺がとても強いと思います。あ、エンジンルーム。で、はい、はい。ちょっとあの申し訳なさ程度にちっちゃく開く。はい、ああ、なるほど。何も見えないですけどね。はい。でもなんかこの辺もかっこいいっすね。かっこいいですよね。はい、アルミの削り出しのなんかついてて、うん、はい、この辺のキャップもなんか凝ってていいと思います。クーリングファンと、はい、あとそうなんですよ。こうこれも意外とこう統一されていて、はい、この車はさっき言い忘れちゃったんですけど、はい、オプションがもうオプションの、はい、これですね、このエントランスのステップで彼らって文字が光るんですけど、はいはいはい、その素材感が一緒なんですよね。ああ、なるほど、はい、だから統一性があるんでしょうね、はい、やっぱりそういうのなんか細かいところを考えるメーカーなんで、へえ、うん、すごくかっこいいと思います。本当はこういうの見ると、はい、ここのエンブレムもこうメッキにしたりっていうのも全然ありだったり、さっき言ったようにこういうグロスにするのもありだったり、こう車ってパッケージじゃないですか、はい、出来上がった形で全体的なバランスでかっこいいかっこ悪いができちゃうので、この車かっこ悪いんじゃなくてもっとよくできます、そういうポイントポイントで。なるほどね、カメラマンさん。はい、まあ、あとはでも最終的には乗る方 の、 その個性というか好みで、うん、はい、このまま乗っていただいても僕らは嬉しいですし、はい、カスタマイズしていただければなお頑張りますし、はい、ご相談いただければいかようにもできます。いかようにもできます。なるほど、はい、そしたらじゃあ次はあれですかね、店頭周りを。はい、はいはい、それでは続いてちょっとライト周りを見てみたいと思います。はい、藤川さんお願いします。はい、僕意外や意外ライト周りちゃんと見たことないんですよね、うん、意外とあの土、はい、素人だからね。内緒です、内緒、内緒です、はい、これ今デイライトですか。そうです。あ、デイライトはこのヘッドライトのプロジェクターの四隅がこう光る感じですね、うん、はい、あ、でスモールにするとちょっと暗くなってバンパーの先端が光るんですね、うん、あ、でロービームにすると四隅が消えてプロジェクターがつくんですね。なるほど。あ、ハイビームはこの下が光ってロービームも上に持ち上がるんですね、うん、あ、でウインカーはこのスモールだったところがオレンジ色に光ってこのバンパーの端も光る感じですね。あ、なるほど。ちょっと後ろも見ていいですか。お願いします。あ、後ろはこれ上だけかな、この。あー、なるほど。でブレーキもと下とこの隙間が光るんですね、ハイマウントは。はい、これ何ですか。バックフォグです。あ、これバックフォグなんですね。あ、右だけ、右の端だけ光るんですね。そうです。なるほど。あ、でウインカーがこの隙間がオレンジ色に
光るんですね。でバックはこの下の真ん中だけかな白く光るっていう。ありがとうございます。はい、車によってなんですけど、はい、バックフォグとか、はい、リアフォグ、はい、バックフォグというかリアフォグなんですけど、これこっち側だけじゃないですか。はい、車によっては左右入ってるものもあります。あ、そうなんですか。はい、ただ日本の、はい、法律上は確かこちら側に入っていないといけない、はい、バックフォグがある車は。あ、そうなんですか。はい、っていうのが真ん中光るのも OK。だからどっちかに寄せるんだったらこっちじゃないダメですよ。そう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 、こっち側だけはダメっていう感じです。うん、ライト周りはそんな感じですかね。はいはい、あとは、はい、まあ、さっきも言ったようにこの個体で言うと、はい、ポイントを抑えるべきオプションがついているので、はい、とってもいい内容だと思います。はい、うん、さっきも話したようにシートヒーターが、はい、シートヒーターそうなんですよ。はい、一番勘違いしちゃいけないのがポルシェってレザーシートのオプションシートオプションとシートヒーターオプションって別なんですよ。そうなんですよね。そうなんです。僕びっくりしました。そうだから中古車で車買われる時も新車でオーダーされる時もベンツとか BM のようにレザーシートが付いてればセットで付いてくるでしょって思って思いますよね。そうでオーダーするのを忘れてしまって、はい、稀にシートヒーターなしのレザーシートの車も存在したりするんで、そうするとちょっと冷たくて、はい、冬つらいんで。そうですよね、レザーなんか特に欲しいですもんね。はい、だからできるだけ、うちのボンドグループとしては在庫の写真とかカメラで、はい、うちのスタッフが全部撮ってるんですけど、はい、アップするときにそういうなきゃなあって当たり前なんですけど実はオプションだったりする、はい、シートヒーターだったり、はい、ベンチレーションシートだったり、はい、っていうスイッチ類もちゃんと画像として、あ、なるほど、はい、ストックリストに掲載してます。はい、まあ、知ってる人が見ればもうこれついてるなっていうのがすぐ分かるように、分かるようになってます、はいはい、お届けしてるってことですね。そうですね。なるほど。はい、オプションで本当に全然違うんですね。全く違いますね、装備費が変わってくるので。ちなみに、はい、その話の流れでこの車でベンチレーションをつけるとなると、はいはい、これよりもさらに、上の、はい、フル電動フルパワーシート、はい、18ウェイっていうのがあるんですけどね、それを選ばないとこの車はベンチレーションにならない。あ、そうなんです、ね、そうなんです。ちょっとでもそこまでいくとちょっとオプションが高額すぎて、はいはい、まあ、新車でも選ばれている方は少ないですね。うん、なのでスポーツシートプラスとシートヒーター、はいはい、これはバッチリついてますんで。じゃあもうポイントを抑えたオプションがバッチリついてる。そうですね、はいはい、車なんですね。うん、で毎回土方さんにお伺いしてるんですけど、はい、こうカスタムするならって聞こうと思ったんですけど、うん、今回はいいですかね。そうですねまあまあ、はい、まあ、ホイールだったりそのエンブレムだったりのお話はさせていただいたんで、はい、はい、いいと思います。はい、うん、まあ、あとは本当に乗る方の個性で、はいはい、なんかしようと思えばもう何でもできます、ね、うん、何でもできます、はいはい、言っていただければもっと走りに振ってもいいし。そうですね、はい、内装のカスタマイズも、まあ、テックアウトなんかもありますんで。そうです、そうです、はい、できますんで、うん、何でもご相談いただければ、はい、こんな感じでしょうか。はい、はい、あとはもう本当に今回めちゃくちゃ勉強になりました。よかったです。そういう動画じゃないんですけど、はい、車両を紹介するっていう動画なんですけど、もう僕的にはもうかなり勉強になりました。あ、そうですか。はい、ちょっともう一台違うポルシェを。ポルシェやりたいですね。はい、やりたいですね。意外と素人なんで。意外とじゃないです。はいはい、まんま素人なんで、はい、ちょっとじゃあまた、はい、ポルシェの企画をしましょう。はい、やりましょう。はい、というわけで、今回は東京店より911彼ら、はい、お届けいたしました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。